ヘタラちゃんは見た。私はユズリハ、建設会社の営業部門で働く社会人だ。虚弱な母と真面目一辺倒な父、そして私の3人で暮らしている。ユズリハもそろそろ浮いた話の一つや二つあっても良さそうだけどね。結婚とか興味ないのか。ほっといてよ、もう。会社に良さそうな人いないの。いない。大学時代の友達は。いや、君一人、もし時間あるならそこのベンチで少し話さない。なんとか。まあ顔も悪くないし、今日一日遊ぶだけならいいわよ。実はビジネスやっててさ、もしよかったら会員にならない？自分が勧誘した会員の売り上げの一部が入るから、人を誘えば誘うほど稼げるんだよ。これってナンパじゃなくて勧誘じゃない。休養を思い出してから帰るわね。そうそう、今なら特別優待です。こんなエピソードしかない。はぁ、寄ってくるのは変な男ばっかりだったわ。大丈夫？ほら、ベッドに移動しようか。二人とも心配しすぎよ。お母さん！母さんを見てろ！救急車を呼ぶ！心筋炎から来る湿疹かと思われます。ウイルスが心臓の筋肉に感染し、収縮に異常をきたして稀に発生することがあるんです。治るんですよね。大体は数週間で治りますのでご安心ください。ただ、悪化しないようしばらく入院していただきます。お母さん、お前はもう帰りなさい。私も残る。お前も丈夫な方じゃないんだから、ちゃんと寝なさい。うん、お母さん。ん？久しぶりね。今度の日曜にランチでもしない？あざみ？おう、大学の時に同じ学科だった子か。久しぶりすぎて忘れてた。うん、どうせ帰っても寝れないし。今からは？ちょうど時間空いてるから。ほんと？じゃあ駅前のファミレス集合ね。久しぶりね。なんか疲れてない？うん、少しね。今日はちょっといろいろあって。話してみて、力になれるかもしれないから。私はしばらく悩んだが、母が倒れて入院したことを打ち明けることにした。素直に言えたのは、あざみがあまり身近な存在ではなかったからかもしれない。そうだったの。大変だったわね。医者はしばらくしたら治ると言ってたけど、やっぱり不安だわ。そうね。でも、もしかしたら私、あなたの不安を取り除けるかもしれないわ。え？私、今この教えを学んでるの。宗教？ああ、安心してちょうだい。怪しい壺を買わせたりなんてしないから。はあ。大切なのは神の教えを守って生を全うすることなのよ。教えを肝に銘じて生活すれば、一切の不安や恐怖から解放されるの。ごめん。私、こういうの興味ないから。どうして？これは試練なのよ。神様からユズリハに与えられた障害なの。何それ。あなたのお母さんが病気になったのは神の教えを知らなかった罰なの。今こうなってるのは必然なのよ。何言ってるの。どうしてお母さんが罰を受けなくちゃいけないわけ。神の教えは絶対なの。お母さんは悪いことをしたから罰せられちゃったのよ。いい加減にして。お母さんは何も悪くないわ。適当なことばかり言って。でもこれが現実。まずは課せられた罰を受け入れて反省するのよ。帰るわ。二度と私の前に現れないで。ユズリハ、私はあなたのために言ってるのよ。まったく、会うんじゃなかったわ。早く寝て明日も病院に行かなきゃ。あ、仕事。うん、今日は日曜か。先に病院行ってる。来るときタオル多めに持ってきてくれ。そうだ、病院。タオル、タオル。あら、今のってあれ、ユズリハちゃんじゃない。げっ、あれは赤松とかいうナンパ男。なんでこんなところに。なんでこんなところにって顔してる。俺の彼女が看護師でさ、ここで働いてんだよ。そう、ちょっと忙しいから後でね。なんだよ、釣れないな。何、しつこいわよ。違う違う、彼女が働いてるのこの病棟なんだってば。じゃあ私はここだから。あ、じゃあね。なるほど、ネームプレートはツツジね。心配かけたわね。家は大丈夫？全部やってるから気にしないで。ツツジは直すことだけ考えてくれ。ありがとう。どうしても外せない作業があるから今日は先に帰るよ。あとは任せて。ちょっと飲み物だけ買ってくるわね。あれは赤松？ってことはあの看護師が彼女か。勤務中だってのに。やれやれ、いっちゃいっちゃ。なんかこうやってゆっくり話すの久しぶりだったわね。そろそろユズリハも帰りなさい。明日は仕事でしょ。そうだけど。私は大丈夫だから。わかった、また明日ね。いや、まだやってるわ。どこに止めたっけ。あ、
お母さんの着替え持ち帰るの忘れてた。ですから、せめて病院代だけでも稼いで経済的に家族を楽にしてあげませんか。このままだと家庭はボロボロになっちゃいますよ。私よくわからなくて、本当にユズリハのお友達なんですか。大学から一緒で、さっきもロビーで話し込んじゃうほど仲がいいんですよ。そうなのね。でもまずは家族と話してからで大丈夫。治療代や病院代ばっか家族に負担させて、罪悪感とかないんですかね。決断は早い方がいいですよ。あなた何してるの。ユズリハ、いやちょっとビジネスの話をね。また勘を、今すぐ消えて、そして二度とここに来ないで。チャンスを見逃しちゃっていいの。私の前にも現れないで。はいはい、お邪魔しました。お母さん、なんであんなやつ相手にしちゃったの。ユズリハと仲がいいって聞いたから。全然仲良くないよ。それと治療代とか病院代、負担ばっかりかけてごめんね。それ、あいつが言ったの。私も昔から思ってはいたから。あいつ、それからというもの、また赤松が来るのではないかという不安に駆られた私は、平日の仕事帰りにも寄ることにした。翌日、人は皆神から試練を与えられるんです。誰か来てる。お母さんの友達かしら。つまり、あなたの体が弱いのは心が弱いからなんです。病は罪ですよ。家族に迷惑をかけてるんですから。そうですか。それでどうするんですか。今心を入れ替えればまだ間に合いますよ。ちょっと待って、それは…あざみ。あら、ゆずりは、お仕事お疲れ様。どうしてここが。昨日、偶然あなたがここに入っていくのを見かけたのよ。まさか、お母さんに宗教の話してるの。説教は本人にするのが一番だから。どうしてあんたらは。あんたら、今すぐ帰らないと警察呼ぶわよ。冗談でしょ。試してみる。ユズリハのお母さん、これ神の教えが載ってる本です。私の名刺も入ってますから、気が向いたら連絡くださいね。出てって。はいはい、お邪魔しました。お母さん、何回も迷惑かけてごめんね。いいから横になって。ちょっと疲れちゃったから寝るね。明日もお仕事頑張ってね。お母さん、体調悪いのにそんなにおすすめなのね。だったら私もおすすめしてあげるわ。おい、あかれ、どういうこと。貯金が全額引き出されてるぞ。ああ、それ実はね、私すっごいビジネスの話を聞いたの。ビジネス。ある会社の会員になるだけで楽して超稼げるのよ。自分が人を会員に勧誘すればするほど、部下から売り上げの一部が自動的に入ってくるの。すごくない。お前それって。しかもその人すごい物知りでね、いくつか教えてもらって全部やった方がリスク分散になるからって全部することにしたの。全部そんなふざけたやり方で稼げるわけ。お届け物です。まさか。バカ野郎、あの貯金は仕事でやりくりするためにプールしてた金だ。プール?俺個人の貯金じゃねえんだよ。すぐ何倍にもなって帰ってくるから大丈夫だってば。やべえ、もう借金するしか。綺麗な人だったな、ユズリハさん。ユズリハ。おとみ、おめえ何やってんだ。頭のおかしい宗教にはまりやがった。精神がたるんでるからだろ。父さん、どうして宗教のこと。お前の親友のユズリハさんに聞いたんだよ。お前がここの宗教に入会してるってな。ユズリハ。頭になるまで再教育してやるから覚悟しろ。ごめんなさい。こんにちは。ユズリハ、てめえのせいで金が全部消えたぞ。あら、絶対儲かるんだから問題ないじゃない。さあ、これからどうすりゃいいんだ。不安なのね。いいものを紹介してあげるわ。そこに入会するとね、不安や怒りが消えるの。え、この後メールするからじっくり考えてみてね。もしもし。あなた、なんてことしてくれたの。家がめちゃくちゃよ。穏やかじゃないわね。教えを信じる心が足りてないんじゃない。どうしよう、もうこんな家出て行きたい、逃げたい。人
人暮らしするにはお金が必要ね。必ず稼げる話があるんだけど、聞く？この後メールで送るわね。忙しくなればお母さんの治療の邪魔もしないでしょう。こうして私の復讐劇は終わった。その後、話が違うじゃないですか。必ず儲かるって言うから私はお金を今すぐ返してください。もしもし、もしもし、アザミは自立のために貯めていたお金を騙し取られ。ちょっと赤松、私の口座から勝手にお金を下ろしたでしょ。一体何に使ったのよ。お布施は誰に。エトラ様、俺の女神。宗教にハマった赤松は破滅し、彼女とも破局した。それから数週間後、お母さんは無事に完治し、元気な姿で帰ってきた。おかえりツツジ、よく頑張ったね。ただいま、いろいろありがとう。やっぱり家が一番落ち着くわね。お母さん、あらあら、この子はいつまでたっても子供なんだから。この調子じゃ、浮ついた話はまだまだ先かな。違う、もう大人だし、一人で何でもできるんだから。今回だってね。はいはい、信じてるから。まずは鼻水拭きましょうね、泣き虫さん。ご視聴いただきありがとうございました。何にでも言えることなのですが、必要ないと言っているにもかかわらず押し付けたりすることが悪いことなんですよね。まして今回は話している相手が病人なんですから、療養が必要な相手に対して身体的にだけでなく精神的にも負担をきたすようなことを言うなんて最悪です。弱っている時こそ勧誘できるとか思っているのかもしれませんが、こっちからしたら負担にしかならないですし、そんなのじゃ治る病気も治りが遅くなってしまうじゃないですか。もう少し人のことを考えられないんですかね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。